て、ご夫婦のお時間いかがでしょうか。あ、いいっす。お住まいどこですか。横浜市。何区ですか。ご飯食べながらでもいいですか。いいですよ。該当する番号してください。3。はい、該当する番号してください。4。該当する番号してください。6。すごいですね。横浜市在住。あの、観光目的でこういうところって行きますか。1年以内に観光で、観光、遊びにとか行ったの。そう、遊びでこういうところって行きますか。あ、全然行きます。1年に逃がすか。まあでも、あ、そうか、でもそごうとか入るとあれか。あ、いいです、いいです、いいです、観光何でもいいです。結構行ってますよ。20回ぐらい行ってるかな。うん。お仕事ではありますか。まあ、主に仕事がメインで結構行くですね。ほぼ毎日仕事は。あ、ほぼ毎日。ほぼ毎日仕事。毎日いいですよ。今日も日帰りですね。あ、日帰り。まあ、だってまあ住んでるんで。一応たまに横浜市にいるんです。あ、何時頃出られました。いえ、はい、8時。何時頃の帰りですか。今日。はい。あ、まあ、10時ぐらいじゃないですか。ここまでどうやって来れました。電車。JR？ いや、ブルーライン。あ、ブルーライン、わかりました。はい。今日はビジネスかな。ビジネス。はい。一人様で個人旅行、仕事ですね。はい。そう。参考までに今日、ここに来る前にこういうとこってやりました。いや、寄ってはないか。これからどっかやりますか。ああ、まあ、行ってもそごうぐらいじゃん。あ、そごう、これね、25番、OK です。そごうまで、横浜のブルーライン。あ、ブルーラインですか、移動は。そうだね、ブルーライン3です。で、帰りもブルーラインと。うん。はい。で、ちなみに今日こういうとこに来る。電車賃だけ何円、いくらぐらい使いますかね。700円ぐらい使うかな。電車賃、はい、結構使ってんじゃない。今日800円ぐらいかも。じゃあ、いや、もっと行くでしょ。1000円ぐらい。まあ、新宿も行ったし。ああ、あちこちか。うん。横浜市内だけでどれか分かりますかね。あ、ブルーラインの選択あったら。横浜だったら安いし。横浜市内で分けるんで、ブルーラインだけ入れますか。740円。ブルーラインが760円。はい、40円。1日乗車券。わかりました。 JR っていうのはここと新東京。そう、新幹線使う。新幹線たまに。あ、今日。今日使ってない。新横東京になりました。はい、うん、あとで行きます。あとは乗り物は使ってないと。うん。横、それ今日おいくらですか、飲食代は。飲食代、はい、わかんないな。1000円ぐらい今日、今までの。あ、今日だけ、今日。これからも、はい、ゆかぶしら限定で5000円ぐらいじゃん。これは現金決済ですか。まあ、現金決済の場合もあるし。あ、現金、メインが現金で行きます。うん。お土産か、あ、そのままで買い物されますか、今日。今日はしないから、わかんない。あ、見るだけにね。スルッとして長いか、それちなみに。3000円ぐらい。いや、1、2万とかじゃない。1万円で。うん。現金、この現金ですか、決済方法は。まあ、そうじゃない。あとはお金使わないと。うん。あの、期待値込めて今日の満足度お願いします。横浜市への満足度。はい。まあ、やや満足ぐらいじゃないですか。はい。また、観光なんかもいかがですか。ん？観光なんかで。まあ、来るんじゃない、住んでるし。じゃあ、期待感に行きます。あの、おすすめと10点満点のお願いします。横浜はおすすめしていいんじゃない。10点でいい。うん、分かりました。また仕事で来るんですか。聞いた仕事と、あと観光なんかで来ますかね。観光、そうだよ。じゃあ、イベント参加で行きます。じゃあ、うん、どっか決まってますか。何を。どっかに行く予定、行く予定ありますか、こういうところに。今日。あ、今後
いや、別に決まってない。あ、どうも、ありがとうございます。シャレでございます。横浜の地図でございます。あ、全然横浜住んでるからいらないよ。あの、地図でございます。あと、動物都市部です。あ、全然いらないよ。はい、ありがとうございます。